ここからやらないと積むんですよ、うん、最もコスパよくかつ楽に収入を上げるというか。はい、どうもこんにちは、スピーチです。こんにちは、青です。今回はですね、企業における優先度の話ということでお話をしていこうかなというふうに思います、はい、起業したいってなった時にやることいっぱいあるじゃないですか。集客が大事、 L ステップも組んだ方がいいとか、商品を作るのも大事、はい、集客って言ってもしかも TikTok、YouTube、インスタ、Twitter いろいろある。何からやっていいかわからないみたいな人多いじゃないですか、はいはい、あちゃんもはい、やってみて、せーの、はい、何からやっていいかわからない、そういう状況になるわけなんですよね、はい、よく聞かれるんですよ、その人。結構聞かれない？聞かれますね。そう、どういう順番で進めていったらいいんですか、はいはい、それにね、明確な回答を今日しておこうかなというふうに思います、うん、まず一番大事なところ、商品を用意するところですね。商品を始めるのがステップ1だとしたら、ステップ0で商品を用意するための前提知識みたいなのは必要ですよっていうところなんですけど、集客より前に僕は商品だと思ってます。へー、アフィリエイトとかでもそうです。このジャンルでこのものを売るっていうのを決めてから集客しないと積みます。マネタイズするものというか、自分にお金をもたらしてくれるものを準備する、これがステップ1です。ここからやらないと積むんですよ、うん、例えばインスタ頑張ります、でインスタやりました、さあ何売ろうかな、積むっていう、このパターン、え、フォロワー1万いったら稼げるんじゃなかったんですかみたいな状況になっちゃうし、 YouTube 登録者1万人いったら稼げるんじゃないのみたいな感じになっちゃうんですよね。だからちゃんと何でマネタイズするのかを決定するっていうところをステップ1でやってみてください。これめちゃくちゃ大事です。これをすっ飛ばして集客からして地獄を見てきた人たちを何人もしてます。何百いるよね、何十はいるね、少なくとも、ね、何十は絶対いますね。そうなんよ、自分で商品用意するか他社商品売るかは別にして、何でマネタイズするかは必ず決めておいてください。自分で商品を本当に何もないな、作れないなってなったら、それを作れるようになるため勉強ステップ0でやってください。例えば僕だったらプログラミングスクールやったんですよ、最初のね、自分の商品でも最初3000円とかです。そのレベルで Ruby ってプログラミングゲームの解説とボットを作ってみようみたいなね、プログラミングの動画を3000円とかで売ったんですよ。これ商品じゃないですか、はい、でそれがステップ1なんですよ。これ売ろうって決めて発信をしていくっていう、だから僕はプログラミング系のブログをやったし、プログラミング系のツイッターの発信をしてるわけですね、はい、そのステップ0で、でもプログラミングの能力がなかったらできないから僕はプログラミング学んでるわけですよ。ステップ1に入る前にステップ0で商品作るが大前提、その前に必要なのがあったら、それは最初自分で学んでくださいねっていうお話です。ステップ2、はい、これがステップ1で用意した商品をどんな流れで販売していくかのマップを作ってください。例えば僕のプログラミングスクールだったらどういう風な構成になっているかっていうところなんですけど、僕の場合はプログラミングスクール売りたいってなったらブログやってたんで、当時ブログで集客をして、ブログの末尾でプログラミングに関する書籍を渡していますよっていう風に書いて LINE に登録してもらう。で LINE の中でプログラミング学ぶとどういいのとか、自分のスクールって他と比べてどういいのとか、なんでこんなに安く提供できてるのみたいな、商品の優れてるところとかお伝えして、そのプログラミング作るを販売していくっていうのを一個のまず主軸、ここから入ってきてこういう経路をたどってこれが売れていくっていうマップを二つ目に描いてほしいんですよね。青ちゃんだったらすごいシンプルじゃん、バイトのアプリを紹介する、バイトのインスタアカウント育てて、ストーリーだったりとか一般の投稿で紹介をして、そのリンク系で申し込んでもらって販売をするっていう、そんな流れがあるわけですよね。そうすると迷わなくなってくるんですよね、やっぱりマップがあると。ここで集客をしてこういう流れをたどっていってこの商品を買うっていうのが明確になっているから迷わないですと。だからまずステップ1で商品用意してもらって、はい、ステップ2でいわゆるカスタマージャーニーって言うんですよ。ああ、はい。専門用語でね。お客さんがどんな流れで商品購入まで至るのかっていうのを明確にしてくださいと。ステップ3でその動線の商品販売の1個前のフェーズを作る。僕だったら LINE の構築やるんですよね。LINE に入ってきたら、うちのスクールこんなんがいいよっていう風になって商品が売れていくわけなんですよね、はい、例えばセミナーで商品販売してる人だったらセミナー資料作り切るとか、そういう風にやっていく。最後ステップ4で集客。実は、ね、集客って最後なんですよ。集客一番実は時間かかるんですけど、集客だけやってて後でこれ売れなかったわが一番最悪なので、商品作って本当にちょっとでもいいのでリリースしてみると売り上げが立つんですよね。ちゃんと需要ある商品を作ってればですけど、フォロワー100人200人の段階で1人2人とか買ってくれるんですよ。買ってくれなかったら商品がそもそも悪いってことだから、それ1万人しても売れないんですよ。100人いて売れないものは1000人でも1万人でも売れない。だから変えた方がいいよねっていう話になるので、商品を作る、その動線設計をする、そして動線の商品売れる1個手前を作る、最後集客する、それが鉄板の内容になっていくので、ぜひ意識してみてもらえたらなと思います。ステップ5、集客口を増やしていくっていうところをやっていけば稼げますよ。さっきの例だと、僕だったらプログラミングスクールを作ろうって決めて作ります。ステップ0でもしプログラミングスキルがなかったらそっちを
まあ、勉強したりとか、ね、商品作る前段階の準備をちゃんとして、商品作る、商品を売るために必要な LINE の構築をする、それでツイッター集客だ、ツイッター集客をする、集客するためにね、プレゼントが必要だとその辺も作って、そこで集客をしていく、それができたってなったら集客口を増やしていく。YouTube やったり、インスタやったり。ステップ6で、ここからはね、100万とか売れ立ってる前提で、商品数増やしていく。集客の数と商品の数をバランスよく増やしていくことによって、一人のお客さんから得られる金額を大きくしつつ、お客さんの数を大きくできるから、これね、片っ端だけやっちゃダメなんですよ。1万しか得られなくて、1万人だったら、年間ね、お客さん、1億なんですよね。で、これが、お客さん10万人になったら10億なんですけど、実は10億いくのって 3.3 倍、3.3 倍で10億いっちゃうので、片方10倍にするよりも、両方 3.3 倍にする方が圧倒的に簡単なんですよね。商品数3倍とかにして集客チャンネルを3つ増やせば10倍になるので、ここをバランスよくこうシーソーゲームしながらちょっとずつ伸ばしていくっていう方向が、まあ最もコスパよくかつ楽に収入を上げれるというか、起業できるような流れになるので、ぜひ意識してみてください。これ実は意外な人も多いんじゃないですかね。先集客って思ってる人結構多いと思うんですよ。でもね、先集客するとやっぱこけるんですよね。運がいります。あとたまたまいいジャンルで集客してたから稼げたねになるんですよ。あ、はい、それってビジネスって言わないんですよね。ギャンブルになっちゃうので、僕の周りの人でもたまたま恋愛ジャンルっていうお金が動くところでやってたから良かったけど、これ他のジャンルだったら厳しいわみたいな。昔ブログが大事だって言われた時代にインコのブログって人がいるんよ。全人類インコ飼う計画っていうブログなんだけど、めっちゃ好きなのそのブロガーのこと。申し訳ないけど多分稼げなそうだなとは思ってて、まあ、本業がねカメラマンだからめちゃめちゃ好きなの。そのいい人だしすごい好きなんだけど、全人類インコ飼う計画では稼げないので、はい、そうで、そうなっちゃうんですよね。でも知らないと。他にもね、たこ焼き大好きでたこ焼きのブログやったりとかしても、やっぱ結構きついよね。じゃ何売るのっていう風になっちゃうので、他なんかある？あおちゃん、これマネタイズきついなって思った事例。レシピとかはきついんじゃない？あ、レシピやからね。集客のしやすさとはちょっと比例しない難しさがある。すぐ10万人とかいくけどね。あとまあエンタメ雑学系。あ、そうだね。これって商品の構想だけでも大丈夫なんですか？あ、構想でもいいと思うけど、でもやっぱ本当にミニマムでいいから作ってみるとか、アフィリエイトがあるんだったらそのアフィやってみる。だ、僕だったらプログラミングスクールのアフィリエイトやってたのよ。売れるなっていうのが分かってたから商品後で作ったけど、まあ本当に商品用意するのが先がいいですよ、やっぱり。じゃないときついもんね。だって集客って基本広告なのよ、ビジネスにおいてね。はい、商品ないのに広告回しますかって言ったら回さないでしょ。おー、回さないですね。で、SNS も広告の一種なのよね。はい、時間っていう資産を削って作った広告メディア媒体の。で、普通広告だったらお金っていう資産を燃やしてお客さん集めるのね。時間っていう資産を削ってお客さん集めてるのに売るものがないですは意味わかんないじゃないですか。広告に例えたら。だからやっぱ順番的には SNS を育てるっていうのは商品作って売るぞってなった後なんですよね。めっちゃ良くない？この広告に例えると、うん、ってなるよね。なりますね。そう、全てのものにお金がかかると仮定した場合、どこから始めていきますかっていうのを考えると、お金がかかってないバージョンでもそれを適用すればいいだけなんで、シンプルに理解ができますよというお話です。本当にね、 YouTube 登録者多いけどマジでマネタイズがアドセンスと LINE スタンプと T シャツしかないみたいな、めちゃいるんですよ本当に。皆さんでも知ってるレベルじゃないですか、それって。 LINE スタンプと T シャツしかないなみたいな。それはそれで稼げたらいいんですけど、やっぱりね、もったいないよねってところあるので、ちゃんと物を売るっていう前提があって、その売るためのロードマップができててね、カスタマージャーニーちゃんと作れてて、そして、そのための動線を組めるっていう人がやっぱり長期的に見ても生き残っていくんですよ。なぜなら媒体の影響を受けないから。 YouTube が廃れたとしても他の媒体でカスタマージャーニー組めて商品作れて発信ができれば売れるんで、別に時代に関係ないですよね。でもやっぱブログで面白い発信だけしてて、広告で稼いでましたとか、 YouTube でなんかエンタメで頑張ってますっていう人は寿命が短いんですよ。だから僕の周りの発信者って意外と寿命長いんですよね。ずっといるじゃん。いますね、長いですね。でもその YouTuber とかブロガーって言われてた人、面白いことばっかり言って PV で稼いでた人っていうのは結構消えました。その消えるかどうかの分かれでもあるので、この動画参考にしてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。こんな感じかな。結構今回の動画はね、具体的なものをお話ししました。僕 LINE マガジンをやってるんですけど、 LINE マガジンの方でもね、かなり売上利益どうやってあげるのっていう具体的なお話をしておりますし、なんとですね、今回特典を作成しました。漫画でわかる年商10億の裏側っていう漫画と、まあ、自己紹介の漫画になってるんですけど、それとですね、なんと、スライド126枚と80分の動画で解説した資本主義攻略の裏マニュアルっていうね、ちょっと賢く資本主義攻略するにはどうしたらいいかっていう特典があるんで、ぜひそちらの方ゲットしてみてください。ということで、今回の動画は以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。